ジーン・マヌエル・マチーは、ベネズエラ・アンソアテギ州エルティグレ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2000年2月22日、フィラデルフィア・フィリーズと契約。2004年12月13日、トロント・ブルージェイズへ移籍。2006年10月15日に FA となり、10月31日にブルージェイズと再契約した。2008年11月12日に放出された。 2009年2月13日、ピッツバーグパイレーツと契約。2010年11月6日に FA となった。2011年2月9日にサンフランシスコジャイアンツと契約したが、この年は提携しているメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズでプレーした。2012年9月3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。1点ビハインドの9回表から登板し、1回を 無失点に抑えた。2013年からはリリーフとしてメジャーに定着し、2年連続で防御率2点台と高騰した。2015年33試合に投げたが、防御率5.14ホイップ1.49と打ち込まれ、過去2シーズンの面影はなかった。その後、7月20日にリーフとなった。2015年7月28日、ウェーバー工事を経て、 ボストン・レッドソックスへ移籍した。レッドソックス加入後は26試合に投げたが、ジャイアンツ時代からの不振を引きずり、防御率は5.09だった。2チームの通算成績は、3年連続50試合以上となる59試合に投げ、2勝0敗4セーブ、防御率5.1242奪三振という内容だった。11月6日に40人枠から外れる形で、 参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスに配属され、同日 FA となった。2015年12月11日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、メジャー昇格はなく、6月9日に自由契約となった。6月17日にフルス、ジャイアンツとマイナー契約を結んだ。 参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツに配属されたがメジャー昇格がないまま11月7日に FA となった。2017年1月22日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AAA 級タコマレーニアーズで迎え5月2日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。5月13日にリーフとなり、5月14日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級タコマレーニアーズに降格した。7月21日にマークローと共に金銭トレードでシカゴホワイトソックスに移籍した。2018年3月22日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。 7月15日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズに移籍。2019年もシュガーランドスキーターズと契約したが、6月28日に解雇となる。ありがとうございます。